ストリーでご紹介しているコラボレーションどうするよ。やりましたね。ここで昨夜10時45分ごろ発生した地震に関するニュースをお伝えします。日本放送報道デスク渡辺さんお願いします。渡辺さんは交通に関するニュースまとめてお伝えします。まず鉄道です。JR 東日本、それから JR 東海によりますと、東海道新幹線は今日未明までに全線で運転を再開しています。東海道新幹線全線運転再開です。そして東北、上越、北陸の新幹線も運転を再開しています。東京メトロはこれまでに大半の路線で運転を再開しています。東京メトロほとんどの路線で運転再開です。 JR 東日本によりますと、JR 山下線、高崎線、宇都宮線、大正線、荒川線はこれまでに運転を再開しています。 JR 中央、快速電車、高崎線、宇都宮線、大正線、荒川線はこれまでに運転を再開しています。高速道路の状況です。日本放送これまでの調べによりますと。